東京小笠原の島でも新型コロナの感染が拡大しています小笠原村はコロナ一層期間として島に来ないでほしいと異例の呼びかけをしています小笠原村の感染者は先月までは累計で5人だけでしたが今月に入ってから相次いで住民5人の感染が確認されました毎年夏休みの観光客なのでにぎわうこの時期なんですが 今日の船内にはあまり人がいないように見えます。感染の急拡大を受けて、村は今週から2週間、住民が島に戻ることを含め、やむを得ない場合以外は島に来ないよう呼びかけています。小笠原諸島に向けて週に2回出ている。定期船は今日出航しましたが、乗客はわずか29人でした。昨年よりは。 観光客が多かったのは事実なんですけれども、まあ最終的にはちょっとコロナが流入してしまったっていうのが現状です。一言で言ってしまえば、ちょっとまあ残念というか、まああの厳しい状況になっているのかなとは思います。都内では、軽症者の自宅療養が多くいますが、村が感染拡大を食い止めようとする背景には、医療提供体制の問題もあります。 悪化してから運ばれるってなると、まあ、本土とは全然環境が違くて、またこうヘリとかで運ばれて、よ,より時間かかってしまうので心配ですね。村が来東の自粛を強く要請するのは、コロナの感染拡大前を含め初めてだということです。